宅に帰ったらパパもいろいろと手伝ってくれたかなと思うんですけど、お家でパパにやってもらって嬉しかったこととか、逆にやめてほしかったこととか、どれくらい動いてサポートしてほしかったとか、意見があれば何でもいいので教えてください。そうですね、うちは結構上の子のサポートを全面的にやってくれて、なんか幼稚園の遠足とかも、まあ、本来は休ませた方がいいのかなと思ったんですけど、まあ、パパに行けるかって聞いたら行くよみたいな感じで行ってくれたりとか、と結構休みの日とかはその上の子連れていろんなとこ遊びに行ったりとかして、なんか割とその私は赤ちゃんと2人の時間を設けてくれたので、ちょっとやめてほしかったのは、もう行く先々でいろんなおもちゃを多分言われるかまま買ってるんだろうなっていうこれ何個このポップコーンのケース何個買ってきたのっていう感じで増えていったので、ちょっとそれはうんって思ったんですけど、まあありがとうございますっていう、はい、サポチは朝すごい早く出てって夜すごい遅く帰ってくるので、子供の世話とかはあまりする暇がなかったんですけど、その分私が全部やってる分、何も文句を言わないことがサポートとか、これができてないとか、あれができてないとか、ここ汚いじゃんとか、洗い物できてない、食器洗ってないとかっていうことは全く一切言わない、やらないけど言わない、できてないことに文句を言わないことがサポートだった。まあそれを言われたら、だったらやってよって私も言い返したかもしれないけど、そのやってきてないことに何の文句も言わないことが、私の中では一番責められる感じがなくて、その自分のタイミングでやることができたから一番ありがたかったかなと。感染からこれはやっといてほしいみたいな、なんかお願いとかして、実際できないこともあるじゃないですか、うん、そのご飯作ったりとか要領よくできるわけないし、赤ちゃんのパイとかあげながらお水飲みしてて自分の体もしんどいし、まあ、でも4人いたらね絶対無理じゃないですか。でも作ってます。作ってたんだ。作ってましたね。一番もう4人目の時はお姉ちゃん大きかったし、うん、ご飯作ってる間はあ見ててもらったり、見てたっていうか、そばに誰かが一人になることはなかったので、ただちっちゃいお兄ちゃんたちに踏まれないかっていうか気になって、安全の確保だけは確実にできるように下に寝せないとか、だからちょっとしたスペースを、うちはソファーを裏返して壁につけて、そこに空間を作ってそこに入れてたんですよ。で子供が登れないと入れない、その登ってる間に止められるようにしてたので、だからその安全の確保以外は何も考えてなくてご飯は普通に作ってて、2人目が後ろ前にいた時も30分ぐらいおんぶして「はいはいはい」ってやってたら、もう動きたくなるから「下ろして!」ってなったら、それで下ろしてすぐ作ってみたいな、細切れで作ってたそのいっぺんに全部終わらせるっていうよりは、今切って次の時に煮ようかなとか炒めようかなみたいな、その間を見て、だからどんどんご飯の時間も遅くなるみたいな。